1日目こんな感じです。いい感じ、かわいい。どこのですか？これは韓国の通販です。はい、これはジーホリックで、はい、開いてますけど、バッグ開いてますけど、あマウジーマウジーです。これはグレイルです。イエイイエイ。帽子が2号で、トップスがグレイルです。アウターはフィシュルマクビーで、バッグもグレイルです。下のズボンはピエリー、裏起毛なんです。靴はお揃いグレイルです。はい、お揃いです。はい、はい、紹介お願いします。これは昨日と同じダウンコートを着回して、最高しました。こうでこれは友達にもらったチューのセットアップです。これは普通のユニクロのスキニーです。めっちゃ足長く見える。靴はこれも昨日と同じやつを履き回してます。こんな感じ。イエーイ、ほっ、はい。というわけで2日目の更新です。はい、今日はちょっとなんだろうな、可愛らしい感じにしました。はい、このブルーのコートはエブリスのコートです。で、このイヤリングはこの前紹介したんですけど、ギャレリーのものです。で、この黄色とワンピースのこの黄色の花柄をちょっと合わせてみました。これはグレイルのものです。グレイル大好きです。で、この中に着てるインナーはウィゴーのもので、このバッグもグレイルで800円ぐらいで買いました。で、下のブーツは H&M のものです。こんな感じです。じゃーん、3日目です。もうあとは帰るだけだけど、はい、お願いします。キャップがサンキューマートで買いました。はい、390円です。お安い。アウターは1日目と2日目と同じやつ、着回しです。あったかい。で、この中が OIOI のトップスです。はい。で、これも2日目と同じユニクロのスキニーを着回してます。はい、着回してます。で、これがミョンドンのとこで買ったエビシマスのスニーカーです。欲しかったやつ、欲しかったやつです。ゲットできました。よかった。いい感じ。テンション高い。はい、はい。帽子は分かんない。これはなんか家にありました。で、この激かわなフーグがめっちゃ可愛いピンクのパーがついたアウ
ターは安定にグレールで買いました。かわいい、あったかい。で、このバッグはユーナとお揃いでユニバの時に買いました。ジーダのものです。もう多分ないけど。で、上はこれ結構着回しが効く、なんかね、袖がかわいい、こんな感じでかわいくなってるフライのトップスです。で、パンツはすごい歩きやすい H&M のパンツを履いてます。で、スニーカーはこれもグレールのやつで、真っ白で、なんかちょっとレザーみたいなやつです。はい、こんな感じ。あ、で、あとこのリングなんですけど、このリングはめちゃめちゃ質問来るんですけど、ガチスで324円で買いました。ここで終わりです。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。では。